はい、こんにちは。日本改革党、くつざわです。リュート様、リュウニン様、シャドウガーデン様、ヨウイチ様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして、誠にありがとうございます。ありがたく頂戴して、政治活動資金にさせていただきたいと思います。今日の12時12分頃、千葉県沖で地震発生、津波はなし。千葉県東部震度4、西部と東京湾沿岸地域が震度3、23区は震度2程度だったそうであります。皆様、ご無事だったでしょうか。私は東日本大震災の被災者なんで、居酒屋なんかでですね、高いところに飾ってある酒瓶が怖くてしょうがありません。だってテーブルの上のものがこう40、50センチ動くのを見ちゃってますんでね。ピアノもそのぐらい動いてたし、テロ組織 PKK に送金した事実からトルコ政府にですね、テロ支援団体指定され、資産凍結、口座凍結された日本クルド文化協会と個人口座も凍結された事務局長のワッカス長楽42歳、東京外国語大、東京外語大講師と名乗り、ここ国立なんだってね。名刺にもそう書いてあって、その肩書きで NHK なんかの番組にも出てたんですけれども、大学との雇用関係はなく週1程度のお手伝いさん程度だったと発覚いたしました。なんか外語大がネットでやってるオープン市民講座のお手伝いをやってたみたい、それだけだったみたい、それ生徒に向かって教えるとかはやってなかったみたいですね。紛らわしいということで文科省が大学側に是正を求めた、文科省動いちゃいましたね。世論です。日本人死ねって言ってたやつか、偽装難民は雇えないだろう、詐欺師かよ、厚かましいにも程がある、まんまスパイやんけ。自称難民、自称大学講師、是正じゃなくて、帰国を求めてくれよ。これなんかの罪に問えないの？すべてが嘘だと思われても仕方がないよね。そういえばロイド・フォージャーは精神科医やってましたけれども、スパイファミリーのね、ロイド・フォージャー。業務はやってたんだろうか、あの人、医師免許持ってんだろうか。精神科医役やってましたよね、ロイド・フォージャーね。そうそう、日本人デモ隊に向かってですね、日本人死ねえって怒鳴って、後からですね、へたれて、病院行けって言ったんすよって言い訳してたやつですね。42歳だったのか、思ったより若いな。どういう資格で日本に滞在してるか知らんけど、個人でね、ワッカス個人でテロ支援者指定されてる男を日本に置いといていいんですかね。嘘つきだし、外語大講師って名乗っちゃって、こいつが便宜図って、PKK の連中引き込んでよ、日本国内でテロされたらたまんないですね。公安さんちゃんと監視しててくれよ、ワッカスを。昨年と一昨年の解雇と展望を見てみたんですけど、川口のこと載ってないんですよね。相変わらずお決まりのオウムと共産党と中国の動向とかは載ってんだけど、クルトのことは載ってねえなぁ。富士と日テレのせいで大谷翔平の自宅がバレ、観光名所化してしまう。多くの観光客が押しかけてるそうです。気の毒だな。フジテレビ番組内で当番組では大谷選手の新居について取材報道しましたが、大谷選手とそのご家族代理人もはじめとする関係者の皆さんにご迷惑をおかけしお詫び申し上げますと謝罪し続けて、新居には多くの観光客や地元の方が訪れる状況が発生しております。してんのかよ。プライベートな空間を訪れることはお控えいただき、会いたい時は球場に足を運んでくださいと呼びかけ、世論です。観光地化は本当だったんだ、草。日本人以外が押しかけてるのに日本人に言っても意味ないよ、今頃ですか。謝ってもう終わり、スルーし続けたくせにやっとかよ、本当に悪質な曲だな。もう新居を富士と日テレに買い取らせろよ、引っ越し費用出してやれよ。ドジャースとの和解要件に謝罪が入ってたのかな。ネットでこうなりそう、なんか押しかけそう、名所化しそうっていう言われてた通りのことが起こって、奥さん気の毒でしょうがないですね、新婚なのにね。逃げに逃げに逃げまくっておいて、番組終了前にですね、アナウンサーが
ちょろっと謝って、終わりにするつもりなのかと、経営陣はですね、謝ったら死ぬ病気にかかってるんで、こういう時は絶対謝んないですよね。せっかく謝ってもですね、おっそであるとか、今更であるとか、時期を逸してですね、イメージ回復にはつながりませんでした。日テレの謝罪はまだであります。日テレ謝罪しておりません。株主総会の時もですね、視聴率何年連続民放1位達成とか言わせたから、図が高くなってるんですよね、日テレは。日本人に大谷なんか謝れるかって思ってんのかもしんないな、日本人じゃねえ連中が。経営陣がね、日テレと富士が新居代と引っ越し費用出すべきっていう意見が多かったですね。もう引っ越すしかねえよって、ね、日テレと富士が買い出してっていう意見が多かったでありました。このせいで増えたセキュリティ代、ボディーガード代とかどうなってんでしょうね。まさかノーガードってことないと思うんですけど、大谷自身にも奥さんにもね。大谷選手はゴミクズの日テレと富士のことなんか忘れて仕事に専念してもらいたいですね。6月8日にダウンして以来、今も復旧しない角川、今更ながらセキュリティエンジニアを募集開始。セキュリティエンジニア募集、592万円から800万円。遅すぎるし安すぎるって話題になっておりました。世論です。遅い、安い、エンジニア募集でその額はないわ。被害が出る前にやんなきゃダメだろ。そんなんだから情報漏洩するんだわ。アメリカのマックのバイトより安い、ゼロ足りないよ。ハッカーと戦うのにこの年収、バカバカしい。この後に及んでまだ買い叩こうとしてんのか。どんな優秀でも内部から漏らすやつがいたらどうしようもねえ。こんなんだからハッカーに何億も払う羽目になるんだろうと。セキュリティエンジニアってハッカーできる人で、ハッカーならこうすんだろうなみたいな対策立てられる人、だから最高で800万っていうのは安すぎんみてですね。そんなんじゃ誰も来ないっていう意見が多かったんで、まあやってる感出すための募集ですかね、株主向けのね。こんなんだとまたハッキング狙いで中に誰か入り込むチャンスですね。どうやら角川経営陣は情報とかセキュリティとか軽視してるようですね。経営陣おじいちゃん揃いでよく分かってないんですかね。事件前に3400円だった株価が現在は2700円まで落ち込んでおります。半値以下になってるかと思ったが結構踏みとどまってんなーっていう印象です。この先どうなるかは分かりませんけれどもね。各校が導入、各校で導入が進むジェンダーレス水着が結構好評。7月ですからね、水着の授業もプール授業も始まってんでしょうか。上半身を見せたくない男子もいる。思ったより泳ぎにくくなかった。見学する生徒が減ったなどなど。世論です。水着を着るのが嫌で見学してたってこと。そうなんだろうね。肌の露出も少ないから男女ともに抵抗感少ないかも。理由はどうあれ結果として辞退者が減ったなら正しいことだな。これは体型が分かりにくくてよろしいな。動きやすいならいいんじゃないの。逆に明治の水着っぽくていい。紫外線対策にもなるな。まあ、こんな感じなんですけど、これで電車に乗ってもいいぐらいな感じですね。長袖で、まあ、日焼け対策にもなるな。男も女も腹出てたりなんかするとそれからかわれたり、男子はですね乳首見せるのとか脇毛、ボーボーとか見られるのも嫌なんだって。女子はまあ脇毛ボーボーだとあれだから処理したりなんかしてめんどくさいもんね。これだったら脇毛ボーボーでも見えないからいいのかな。なるほどなるほど。これは使用者結構評判いいのもうなずけますね。上は長袖 T シャツみたいに見えますけれども、水泳事業の本来の目的が水難回避だから理にかなってますね。着衣に近い状態で泳ぐっていうのが理にかなってますね。今のうちから着たままで水にドボンって行った時の練習しとくっていう。水泳事業のきっかけは1955年、連絡船紫雲丸が沈没してですね、修学旅行中の児童168名が亡くなったっつうですね、悲惨な事件からであります。これで学校教育で泳げねえと大変なんじゃんっていう声が高まってですね、
学校で教えるようになりました。で、あのプールの建設ラッシュあだとすれば着衣で、しかもあの波や流れのあるところで泳げるようにすべきなんですけど、まあまああの学校がですね、流れるプールや波のあるプール作るのはちょっと至難でしょうね。本当はそれがいいっていう話。子供もでどんどん減っていくしね。今日の単身です。小泉進次郎、セクシー元環境大臣、円安はあらゆる輸入品を国産品に変えるチャンスと都内で講演。分かってんじゃん。誰かに教わった通り喋ってんだろうけどね。円安続いてですね、国産大豆、国産小麦、国産食肉なんか大復活するといいですね。今鶏肉なんかだと冷凍のね、なんかあの1キロ肉にブラジル産とかに業務スーパーで安く売ってるそうであります。豚肉なんかも輸入品増えてきたって話だし、あと畜産農家の飼料も大体があの輸入品なんですよね。これも家畜用飼料、豚用飼料、牛用飼料なんかも、国産品大復活するといいですね。ピンチはチャンスだって小泉言ったらしいんですけど、小泉が言うとですね、ピンチをチャンスにということは、チャンスをピンチにということかって、思えちゃうな。日経平均株価、今日一時4万939円をつけ、4万1000円突破も間近ですね。1989年12月以来34年ぶりに史上最高値今日更新いたしました。全然景気感じしないんですけどね。靴沢周辺だけ日本じゃないのかな。再エネ付加税増税、国保税増税、森林環境税増税の閉塞感がすごいんですけど、私なんか、ファイナンシャルプランナー井戸美恵さん、75歳から受け取り開始すれば65歳から受け取る額の 1.84 倍もらえるよ。ほぼ2倍もらえんだな。これ言ってましたけど、産経記事なんですけど、そうなんだよって言ってるだけで、それを進めてるわけでもないみたいな。75歳まで生きれる保証ないだろう。男の約半数が70前に亡くなってる。そうなんだ。男の70まで生きられないのが半数なんだ。うちは早死に家計だから。なるほど、もっとも。75歳から 1.84 倍もらい始めても、男の平均寿命って81歳ですからね。平均で6年か。人生100年時代って言うけれども、女性が87歳ぐらいの平均年齢で長生きなだけで、男の平均年齢あんま伸びないですね。誰もがですね、不破哲三94歳、河野洋平87歳、俵総一郎90歳、村山富一100歳みたいに長生きできるわけもなく、これ売国すると長生きできんすかね。こっち側の人は長生きの人あんまいなくない？ストレス多いからかな。イライラしてこっち側の人、鳩山由紀夫77歳でしたっけ。あいつも長生きしそうだよな。認知症が原因で行方不明になったと思われる人が現在までで延べ1万9000人超え、2万人近い。徘徊し帰り道が分からなくてさまよううちにどんどん家から遠ざかるケースが多いらしい。中にはですね、自宅から300キロ以上離れたところで見つかるケースもありまして、帰り道分かんなくても電車には乗れるんでしょうか。まさか300キロ歩ったわけじゃないだろうな。これまで500人以上が遺体で見つかってるみたいなんですけども、1万8000人以上が行方不明で見つかってないってことですよね。映画やドラマなんかではすぐ見つかるんですけど、一体どこに消えてんでしょうね。持たせた GPS で発見されたケースが今まで71件あるみたいであります。今後はGPS 持たせるのが流行りそうですね。腕時計型 GPS とか、こんなのもネットの CM で見ましたけども、コイン、3枚重ねの500円玉ぐらいの GPS みたいなですね。そういうの早くかもしれないですね。というわけでチャンネル登録よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。